本日はですね、茨城県庁主催という形で、茨城未来デザインプロジェクト、今こそ地方という選択肢を考える、今後の生き方、働き方を考える4ヶ月、フデザインプロジェクト特別説明会という形で、茨城県の環球人口創出のプロジェクトの説明会になります。よろしくお願いいたします。今回の地域コーディネーターのお三方がいれますので、少し、PR とともにお話を伺っていこうかなと思っております。はい。先ほど、増田さんからもありましたが、今回のゲストトークという形で、先ほどのスライドと同じですね、メンバーがあります。で、この後ですね、簡単に1分紹介があって、質問をちょっとさせていただくという形にしたいなと思っております。はい、お三方ずつ紹介していこうかなと思っております。はい、まずは、ひたちなか市、臼田亜紀さん。臼田さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい、ひたちなか市地域コーディネーター担当します、臼田亜紀と申します。今日はご参加いただきありがとうございます。美術家とデザイナーという肩書きで活動しておりまして、もともとは東京に住んでいたんですけど、2016年にひたちなかの那珂湊で開催している港メディアミュージアムという芸術祭があって、そこに参加したことがきっかけで、2017年の翌年にこっちに移住をして活動をしております。で、具体的には、現地で八朔祭りという伝統神事があるんですけど、その祭りの楽しさにすごく魅了されて、祭りの楽しさだったり、その体を伝うコミュニケーションをアートで体験していこうかなっていう活動をしてます。で、他にもいろんな地方の芸術祭に参加して、現地の出会いをきっかけに作品を作ったりしてます。で、他にも、去年フリーランスでデザイン業を本格的に始めまして、ひたちなか市の那珂湊でその祭り関係で出会った方とかにお仕事をいただいたりして生計を立ててます。で、あと、造形教室港のみんなのアトリエっていう、造形教室を開講して、小学生とか大人の方に、造形の楽しさを共有したりなどしております。アートとデザインと造形教室の、3つの柱で、那珂湊で活動、ひたちなかの那珂湊で活動してます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、中村さんに、ね、フリーランスのデザイナーがいるってこともですね、僕たちも去年初めてお会いしてもらったのですごい楽しみかなと思います。この後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、では2人目ですね、桜川市より、クラセル桜川の近藤さん、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。近藤博正と申します。今回桜のテーマの桜川市の実行コーディネーターを務めさせていただきます。遅い時間にご参加いただきまして本当にありがとうございます。私はここにある通り、もともとというか今も桜川市の職員で、今年はですね、株式会社クラセル桜川が勤務地になっています。2000年に、人自治体職員、市町村の職員、旧岩瀬町という合併前のところで職員になったんですけれども、それから2005年に、岩瀬町、大和村、真壁町と3つが合併して桜川市というのが誕生しまして、まだできて17年ぐらいか、プロフィールのところにも場所を載せさせていただいたんですけど、栃木県でいうと益子町の南側で、筑波山のすぐ北側に位置するところに桜川市という市が、誕生したのが2005年になります。で、昨年度ですね、桜川市の地域創生の株式会社クラセル桜川の設立と、それからプロフィールの写真に写ってます、桜川市の地域振興拠点の、ここはまだ実証段階の店舗なんですけれども、幅山市場というところの開設を担当させていただきまして、会社が設立できて店舗の開設も、できましたので、今年の4月から、その会社の方に派遣されて、仕事をさせていただいております。あとプライベートでですね、森込み市というのがクラフトイベントになるんですけれども、桜川市にある上野沼というとても穏やかな沼のおとりで、クラフトイベントを開催したりとか、それから、カバ山登山競争というのが桜川市にある山のカバ山というところがですね、最後の登りの1キロが富士山みたいな急な坂道があるところなんですけれども、そこで、トレイルランのイベントを開催したりとか、それから桜川号というのが、トトロゲーニングというものなんですけれども、地域のいいところを回って写真を撮ってきてポイントを稼ぐというような、そういったいろいろなその桜川市の魅力を活用したイベントの企画とか運営を、やったりもしています。で、それからちょっと固い話なんですけど、自治体の事業仕分けとかですね、おととしは和歌山県の海南市の住民協議会のコーディネーターとかもしてまして、やっぱり日本全国すごく個性がある地域ってたくさんあるなと思ってるので、そういう地域が元気になれば日本全体が元気になるんじゃないかなということで日々活動してる感じです。
今日は一日よろしくお願いします。はい、お願いします。職員でありこういった実証実験をね店舗を任せるってこともすごい面白いかなと思いますね。この後もよろしくお願いします。では3人目ですね、鹿島市の松崎優奈さん、よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。今回初めて地域コーディネーター鹿島市で参加させていただきます、松崎優奈と申します。今はグラフィックデザイナーと、カメラマンのアシスタントをさせていただいております。出身は福島県の大玉村というところで、その後空港職員、成田空港の職員として働いておりました。その後2018年の8月に茨城県鹿島市に地域おこし協力隊として、参加させていただきました。それから2年半ぐらいですね、去年は今年の3月末まで協力隊として活動しておりました。で、私が鹿島市に来た理由が、やっぱり鹿島市の海の部分ですごく海のある町で暮らしたいなっていうイメージから鹿島市を選ばせていただきまして、海の関係だとか、あとは鹿島市のにぎわいの部分、お祭りだとかもいっぱいあるので、そういった部分の観光資源の情報発信というところを力を入れて協力隊の時は活動させていただきました。でそれと合わせて、協力隊活動中にデザイン関係の、技術も、力を入れさせていただいておりまして、で卒業後ですね、今年のちょうど秋から、春オープンに向けて空き店舗を、交流拠点として活用できるような仕組みを作っているところです。で今は、鹿島市の三次写真という写真館で、カメラマンさんのアシスタント、子供がどう笑うかみたいなところを、しっかり今頑張って修行しているところです。で、やっぱ鹿島市の今回アウトドアっていうところで、私も旅行が大好きだったり、キャンプも、今年の秋から始められるようにグッズを準備しているところです。で写真は釣りの写真なんですけど、鹿島市の、広報誌に載せるためにヒラメ釣りに初めて海の船釣りをした時の写真になっています。最近は、夫と釣りに行くことも多くなっております。以上になります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、このお三方とですね、この後15分ぐらいちょっとトークをしていきたいと思ってます。まず最初にですね、3人に聞きたいところをですね、簡単に整理をさせていただきました。はい、この4つをですね、皆さんにこの後お伺いしたいなと思ってます。まとめてお答えいただいても構いませんので、それでもご準備いただいてますので、その中でお伝えいただきたいと思ってます。まず1つ目がですね、簡単に今自己紹介がありましたが、普段地域何やっている人かことをもう少し深掘りしてお伺いしたいというのが一つ。で、二つ目が、住んでみて思う地域の魅力。今、いくつか出てきましたけれども、やっぱりこう、移ってみて、このあたりがいいな、自分に合うな、というポイントを教えてください。で、三つ目が、地域の課題感。今回のイフデザインプロジェクトのテーマにもあるんですけれども、もう一つ、住んでみての感覚で、意外とこういうところもまだまだ課題かな、という個人のお話で結構ですので、このあたりも課題感だな、ということもお伝えいただけると嬉しいなと思ってます。で最後に4つ目、F デザインプロジェクトに期待すること。これはですね、ご自身が今回参加者にこういう人に出会いたいなとか、うちのチームにこういう人が来たら、すごいいろんな話ができるなっていう、この部分ですね、期待することを4つ目教えていただきたいと思っております。はい。はい、まず、ひたちなか市の臼田さんにですね、ちょっと資料も簡単に作っていただいてますので、住んでみて思っていることとか、普段こういう活動してますよってことを改めてお伝えいただいてもよろしいですか？さっき説明した通りなんですけれども、もともとは都内の美大で、お卒業しまして、アトリエで一人黙々と作品作りをするっていう生活スタイルを送っていたんですけど、さっき説明にあった港メディアミュージアムという那珂湊の芸術祭に2016年に初めて参加したことで、那珂湊っていう土地を初めて知りました。でそこで、地域の人が口々に八朔祭りがあるって、お祭りがなくてはならないものだっていうことをお話しいただいて、その祭りに興味が湧いて、実際にその祭りを目の当たりにしたら、その祭りの楽しさだったり地域の人たちが作り上げる一体感みたいなものに魅了されて、その祭りの楽しさを私自身も体現していきたいなっていうことで、その年にその祭りの出汁っていうのがあるんですけど、出汁を
廃材で身を見まねで作るっていう作品を作ったりしてました。はい、でこれまでは一人で黙々と作るっていうスタイルだったのが打って変わって、ここでしか出会えないような世代を超えた方とか、まあ、おじさん世代の方とか、あと子どもたちとかと楽しくワイワイと交流しながら作れるっていうことがすごく嬉しくて、で翌年に実際に移り住んで、もっと人と交流しながらなんか不測の事態を楽しむような作品制作がしたいなと思いまして、いろんな学校でワークショップをしたり、で祭りの子ども屋台っていうのを自作して、そこに作るオブジェを飾ったりしました。で2018年の翌年には本物の、祭りの中で、本物の出し屋台と一緒に自分の子ども屋台を、地域の人たちと一緒に引いて、お祭りの楽しさを共有したりっていうことをやってました。でそれを、茨城を越えて、言葉を超えたコミュニケーションとか、あとは体を伝ったコミュニケーションみたいなものをもっと突き詰めていきたいなっていうことで、栃木 でこれが山の中で火を焚いて踊りを踊るっていうことをしてるんですけど、なんかこんなことをこれからもしていけたらなというふうに那珂湊の八朔祭りをきっかけに感じてます。で2020年になると、その私の活動もそうなんですけど、八朔祭り自体が、まあ、できなくなりまして、で、お祭り関係者の人たちに、お祭りに対する思いだとか、あとコロナで、お祭りをどういうふうに実現できるかっていうことを聞いて回って、その映像とテキストを現地で、展覧会形式にして発表したりしてました。でここで、まあ、相変わらず答えは別に出てこないですけど、まあ、実際にそのお祭りを愛する人たちは、お祭りは絶対になくならないっていう強い信念を持っているところに、私はすごい美しさを感じまして、まあ、その中で私ができることをこれから模索していけたらいいなと思ってます。はい、なんかその、まあ、課題感としては、その私自身はその八朔祭りをきっかけに那珂湊が好きになったので、コロナもそうだし、まあ、子どもの問題とか経済的な問題とか、そういったところでお祭り自体が過渡期を迎えているので、なんかそこら辺がどうにかできたらいいなっていうふうに思いながら生活してます。で、終わりなんですけど、はい、はい、イフデザインに期待することと、そうですね、どういう人にこう参加してもらいたいかとか、はい、この人だったら結構この地区だとすごいウェルカムモードだよみたいなのを、なんか宇田さんの視点からするとどういう人が合いそうかっていうところですね。はい、はい、ですね、私自身よそ者として那珂湊に初めて移り住んだんですけど、私にとっての那珂湊のお好きになったきっかけが八朔祭りだったように、なんか好きになれるような魅力を発見してもらえたらすごい嬉しいなっていうのと、あと、まあ、私自身その住んで4年以上経つんで、なんか良くも悪くもなんか当たり前になってしまったというか、慣れてしまう風景とかにすごい慣れてきたところがある中で、よその人たちを自分自身が招き入れて一緒に街を歩いていたりすると、あ、こんなところにこんなものあるんだっていう風に、なんか面白い発見をしてくれるのがすごいありがたいので、なんかそういうよそ者視点でのならではのなんか魅力みたいなところを、まあ、住んでる私だったり地域の人たちとたくさんなんか意見共有というか共有していただけたらすごい嬉しいなと思ってます。はい、そんな感じです。ありがとうございます。はい、まさに、はい、MMM がありまして、今回の那珂湊駅にも直結してやられてるじゃないですか。あ、はい、そうですね。はい、なので、こう、臼田さん以外にも、多分結構、地域の面白い方というか、地域コーディネーターになり得る人が結構たくさんいるんじゃないかなと思っていて、現地側でそういった、こう、臼田さんが紹介できる方って、なんかいたりしますか、はい、今後。もう、本当にそれこそたくさんいらっしゃいまして、で、その、今回、その、企業となっているひたちなか海浜鉄道を、支えている応援団、湊鉄道応援団っていう方が団体の方たちがいらっしゃるんですけど、もうそういう方たちに私自身がお世話になりながら支えてもらって、なんとか自分の活動をしているところがあるので、なんだろう、
こうちょっとこういう人いませんかって相談するとすぐその場で電話をかけて紹介してくれるみたいな、なんかそういうなんか太いパイプがあの地域の中にあったりするのですごい頼もしいところだと思います。あすかさん頼もしいですね、こういうふうに地元にこういったお姉さんがいらっしゃるっていうのはめちゃめちゃ頼もしいですよ。やっぱりその外物がこの地域に行ってやっぱ一人で歩くよりこういうお姉様にこう案内してもらったりとかおじ様に案内してもらった方が気づく視点広がると思うのでめちゃめちゃありがたいと思いますね。あのこの後もブレイクアウトルームであのうたさんと話す機会ありますので一度うたさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて桜川の近藤さんにも同じように伺ってみたいなと思います。近藤さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、僕も画面を一回共有させていただきます。はい、お願いします。改めまして近藤博正と申します。よろしくお願いいたします。まあ、今加賀山市場というところで、勤務をしているんですけれども、まず今回のテーマの桜についてちょっと順番が変わってしまうんですけど、桜バーの魅力ということで皆様にご紹介させていただきたいと思っています。まあ、こういったその山桜っていうのがですね、実はあの日本に昔からある桜、その10種類の一つが山桜という自然になります。で、桜バーの風景、いろいろなこの山の景色が見ることができるのが桜川の魅力なんですけれども、地元の方にとると、あ、春になったら咲くよねっていうような、まあなんかそんなにスペシャルなものではなくて、まあ春になるとこの風景見えるよねっていうようなところなんですけど、今回やっぱり桜っていうのをテーマにするときに、ソメイヨシノっていうのが多分皆さんお花見っていうと上野の公園であったりとか隅田川沿いとか、多分桜のお花見っていうとソメイヨシノを見るっていうのがなんか日本人の一般的なお花見にもなってると思うんですけど、ソメイヨシノっていうのは、江戸時代に人間が人工的に作った桜で、全部 DNA が同じなんですね。なので同じ気象条件で育つと同じタイミングで花を咲かせるので、すごく綺麗な、わっと咲く桜っていうのが今日本のお花見ではすごく象徴的になってるんですけど、江戸時代より前、まだそういう人間が作った桜がない頃っていうのが、まあ、こういった山桜をはじめとする日本にもともとあった桜を楽しむという、まあ、平安時代であったりとかその頃のお花見というのはこういう山に咲いている桜を見ていて、何が一番違うかっていうと、山桜っていうのは、ここに見てる写真の中にもいろんなあの桜があると思うんですけど、一本一本すべて個性を持っていて、人間社会でいう人間のようなものと一緒で、お父さんとお母さんの木が受粉をして、そこから落ちた種から出てきた桜も全て、違うものが生まれてくるっていうのが特徴になります。これからいくつかあの山桜をお見せするんですけど、全部種類でいうと山桜です。でも多分よく見ていただくと全く違うお花っていうのが分かるのかなと思っていて、桜川のお花見だと一つ一つの桜の個性を見て自分の好きな桜を見つける、そういう楽しみ方ができるのも桜菓子の特徴かなというふうに思っています。これも山桜ですね。ちょっとまた違ってきますよね。こういったのもあります。こんなもう全く違うように見える、これも山桜になりますので、皆さんにもこの山桜の魅力っていうのを知っていただいて、そこからなんかいろんなアイデアが出していただけたらなというふうに思っています。で、私がなんかどんなことやってるかってことなんですけど、2000年に一番最初その市役所職員ってなった時に考えたのが、桜川は御影石の日本の三大産地ですごく良質な石が取れるので、その石を引っ張る世界御影石選手権大会っていうのを、企画をしました。で、まあ、あの何年後かに珍百景にも選んでいただいたりするような、そういうことでなんかイベントを企画するっていうのが採用した時からいろいろ考えてまして、あとはちょっと硬いんですけど、市の総合計画なんかも担当して産業ビジョンとかですね、いろいろな方とお話しする機会もこれまでたくさんありました。で、この、表紙の絵を描いてくださったのは桜川出身でスタジオジブリに当時いらっしゃった方に描いていただいて、新しく桜川市が誕生したばかりなので市民の皆さんで色をつけていこうということで、あえてモノクロで描いていただいたものになります。それから、先ほどちょっとご紹介した森小道という
湖畔の森、まあ、キャンプ場なんですけど、そこで、こういったクラフト市を企画したりとか、まあ、事業仕分けちょっと固いんですけど、他の自治体に出向いてやったりとか、あと、これ桜川市内なんですけど、耕作放棄地になってしまった棚田の再生を、まあ、日立化成さんが社名変わってしまったんですが、今も継続して続けてまして、無農薬で、米作りを東京の企業さんと、それから地元の後ろに写ってるの地元のおじいちゃんたちなんですけど、地元のおじいちゃんたちと、それから NPO の方とかと連携して棚田再生をしています。すごく最近はタガメが出てきたりとか、本当にホタルが増えたりとか、まあ、もともと本当に耕作がやめられてしまったところなんですけど、元気な田んぼに伝わってきています。あと、まあ、クラウドファンディングのお手伝いをしたりとか、まあ、いろんなことを桜川市にとって、その時その時になんか必要かなということをやってみたりしています。で、これ2年前に三鷹で作ったんですけど、実際の桜川市の風景を、写真ではなくてイラストで切り取って、ポスターにしてまして、私ここ4作分だけ担当して移動になってしまったので、後輩に継続をお願いして、今年の冬で、12枚、揃って、全てのシリーズが完成するようなことになっています。はい、あと、今の勤務先が川さん市場というところなので、ちょっとここを見ていただいて、まあ、こういったその本当に地元の笑顔が素敵なおじいちゃんおばあちゃんが届けてくれる野菜を置かせていただいてます。まあ、こういったちょっとですね、店舗になるんですけれども、桜川市すごく野菜がたくさん取れるところで、みかんの北限、りんごの南限と言われるようなすごい恵まれた気候なので、たくさんの農作物が作られてますので、そういったものを販売して、まあ、中にカフェも併設してまして、こういった川さん市場というところで、現在勤務しています。桜川市の課題は圧倒的に若者が外に流出してるっていうのが一番の課題だと思います。多分ね、桜川市内でやりたいことをできる仕事を見つけるのがすごく大変なのかなと思ってまして、県政地域の中でも人口流出がすごく多いのが桜川の課題です。なのでやっぱりさっきの山桜であったりとか農産物だったり市だったり、こういったその桜川市が持っている魅力を、いかにその桜川市のらしさとか魅力を仕事につなげていくかっていうのが課題かなと思ってまして、そういった意味でも、今いる株式会社クラステル桜川っていうのはそういったところを、担っていく会社かなと思ってますので、皆さんもいろいろなアイデアを出していけたらなと思っています。ちょっと長くなってしまいましたけれども、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回その桜は桜でも山桜っていう、まあ、コンテンツといいますか、桜川の資源があって、でかつ今近藤さんがおっしゃっていただいた、そのコンテンツをただ作るんじゃなくて、地域課題をちゃんと解決するような、解決案に持っていくのが、多分桜川の桜の多分面白いポイントになるんじゃないかなと思ってます。あすかさん、ちなみにお花見とかは好きですか？大好きです。です、はい。ただその東京の、ね、お花見とはまた違う桜川ならではの、ね、うん、桜をどう見つけるかが、多分その東京圏にいる皆さんと考えるポイントなのかなっていう感じがしますよね。そうですね。今桜のストーリー聞いてより興味持ったので、なんかそれを踏まえてで、ね、いろいろ見える視点があるんじゃないかなって思います。あります。じゃあ続いて、改めて鹿島の松崎さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。私の方はあんまり資料とかは作ってないんですけども、はい、一応鹿島の魅力の部分で、私の協力隊の時に、はい、作成した冊子のウェブ版があるので、よかったら一緒に見ていければなと思います。はい、画面共有させていただきます。はい、鹿島の魅力を写真集のような形で作らせていただきました。鹿島って鹿島神宮があることで祭事お祭りが、多いですけれども、それを、毎月1ページずつ作らせていただいています。3月の斎藤祭っていうお祭りで、すごい特殊な歌を歌いながら、若い方々が、カシボー、カシワの棒を、カチカチ当てながら、神宮の方へ進んでいくお祭りになっています。特殊なこういう色の衣装を着て夕方ぐらいまでずっとやっています。今年はまあ残念ながらできていないんですけれども、こういうイベントもございます。
4月5月になってくるとやっぱり桜、こちらの山桜じゃなくてソメイヨシノになってきてしまうのかなと思うんですけれども、桜祭り日中だとか夜だとかもやっています。その他は、やぶさめですね。やぶさめだとかおたうえ祭っていうことで田んぼの、祭りがございます。8月になってくるとやっぱり鹿島は海なので海開きがあって、で海もしっかりこう鹿島神宮の、神官さんがこう安全祈願をしてくださいます。あとアントラーズが盛んなので、ビーチサッカーの大会があったりだとかもしますね。8月は、鹿島市は海とあと霞ヶ浦の一つの北浦に挟まれているので、北浦側でこういう花火大会が行われています。水上の花火すごく綺麗なのでぜひ見てほしいです。秋になってくると結構迫力のある提灯関係のお祭りがあります。こんな感じで最終的にはこう燃やして、天にまで続くような火の柱が立つのがすごく綺麗だなと思っています。11月になってくると菊だとか、子供の相撲のお祭りがありますね。12月1月は寒いんですけど、これ池の中に入る儀式のようなものがありまして、大寒禊って言って裸で、男性の方は裸で、女性の方は白い着物1枚着て入って歌を詠むっていうのをやっています。あと12月は、鹿島市は、鹿島灘ハマグリがすごく美味しいのでハマグリ祭りっていうのも開催されています。2月はやっぱり節分かなと思います。たまにテレビ中継とかでも鹿島神宮の節分祭は取り上げられたりするんですけども、こんな感じで人がたくさん集まって、にぎわいのある町かなと私の方は思っています。はい、画面共有以上になります。ありがとうございます。ちょっと今さっきゆうなさんの方にちょっと聞いてみたいことがありまして、今回今のご説明の中でも結構やっぱりこう色とりどりですごい素敵な荘厳なものがたくさんあるなと思っていて、テーマが今回アウトドアじゃないですか、はい、うん、ね、鹿島の皆さんってまあ、住んでみてこう海があって移住しましたとか、はい、日頃からそういったこうアウトドアみたいなことやってると思うんですけれども、この鹿島の今のその神宮以外の面白いとこだったりとか、まあ、住んでみて協力隊もやってみて、やっぱこのあたりが私は気になるなっていうので、ゆうなさん的にはどのあたりを感じてますか？私も海が好きで鹿島に移住したところあるんですけど、うん、実は結構魅力がこう海の他にも北浦の湖の方にもあるなっていうのは思ってはいたんですけど、これ課題感のところにもつながるんですけど、北浦の方ってなかなかこうアクティビティとかレジャーな部分がなかなかなくて、この部分でもっとこう盛り上げていけたら北浦も楽しいコンテンツになっていくんじゃないかなっていうふうには思っています。あとは鹿島神宮さんも神宮のその拝殿というか参拝する部分の他にも森がすごく神秘的で、こっちの方の自然の部分ももし活用できたらすごくいいなって思っているんですね。私が鹿島に来た時に初めて鹿島神宮に来て一番すごいパワーをもらったのがその森だったので、こう森も見ていただきたいし、海とあと湖の部分もぜひ見てほしいなと思います。そうですね、今おっしゃっていただいたように、その有名どころではなくて、そのまだ気づいてないようなところをこう面として見ることによって、こう総合的にこう過ごしやすいだったりとか、こういうのも活かせるんじゃないかっていうところが鹿島が可能性がありそうな感じがしますね。ありがとうございます。はい、ちなみにゆうなさんにもお伺いしたいのは、その今回のこういう人に参加してほしいなとか、こういう人だったらこう鹿島って結構相性いいよっていうのもあれば教えていただきたいなと思うんですけども。はい、そうですね、実は私も鹿島に来た時、今もまあそうなんですけど、
全然あのアントラーズの選手とか全く知らなかったり、その神宮も来たことなかったり、全然もうゼロ知識で来たんですね。でもある意味そのぐらいあの何も先入観のない方が他のコンテンツが見えてきたりとか、もっといい場所が見えたりとかするのかなと思うので、あの知ってる方も嬉しいんですけど、全然知らなくて飛び込んでみるぐらいの方もすごく嬉しいなと思っています。あの改めて、臼田さん、近藤さん、ゆなさんの順で、参加者に対してちょっと一言メッセージだけお願いしたいなと思います。やっぱひたちなか市もあの人がこう どんどん外に出ていってしまってっていう問題があったりとか、いろいろあの課題はたくさんあったりするんですけれども、その中でもなんかこう小さなことでもいろんなことを企画してやっていこうっていう人が意外に多い町でして、でそういう新しい企画に対して町の人が結構寛容だったりするんですね。なんかどんどんあのいろんなことにあの気づ町の魅力に気づいていただいて、なんか面白い企画とかあればあの提案していただけたらすごく嬉しいなと思ってます。はい、そうですね。はい、はい、すみません。その中であの多分あの町の中のパイプは、まあ、狭い町なのであのいろいろあるかと思いますので、なんかこの分野だったらこの人、この分野だったらこの人っていうのがあのすぐ見つかるかと思いますので、はい、あのやりやすい街じゃないかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、続いて近藤さんお願いします。はい、ですね、桜川はやっぱり何といっても人の魅力がすごいところだと思ってますね。移り住んでくる方、皆さんこの人ってすごくいいよねっていうのと、それからやっぱりあの遊びに来てくれる方もやっぱりリピートするのって誰々さんに会いに来たんだって言ってくれるので、桜川に住んでる人って本当魅力的だなと思っていて、やっぱりそういう方々と参加していただける方をうまく僕がつなぎ役となって地域を盛り上げていきたいなというふうに思っています。あと、なんといっても多分使われてない資源が半端なく多いんですよ。魅力があるのに使われてないから磨き放題だっていうのはあると思うので、まあ本当に2番煎じじゃなくて1番出始めをできるっていうのも観光地じゃない桜川だからできる楽しみかなと思っていますので、ぜひたくさんの皆様にご参加いただけたらと思います。お待ちしております。よろしくお願いします。します。磨き放題いいですね。はい、では最後鹿島の松崎さんお願いします。はい、私も先ほどのお話で思い出したんですけど、あの鹿島も結構こうやる気のある方というか、割と移住してきた方が多いんですけど、こうすごく街づくりだとかこんなことしたいっていう声が結構多く協力隊の時も聞こえてたので、そういう声も聞きつつ、こうあの参加者の皆さんとつないで面白いものがどんどんできるようなF デザインプロジェクトにしていけたらなと思っています。もうこうあの鹿島は結構来やすい場所だと思うので、ご飯食べるだけでもポンと来てみてほしいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あのお三方から素敵なメッセージをいただきました。皆さんぜひあのどの地域も魅力的だと思いますので、あの参加のご検討の方よろしくお願いします。